皆さんこんにちは。株式会社クロの経営デザイナー兼社長のボブです。本日から LP 制作というところで、今回はバナーと同じように情報設計ワイヤーフレームについてお話ししていこうと思います。過去にチラシのワイヤーフレームについてもお話ししているので、ぜひチラシに興味がある方はそちらもご確認ください。概要欄にリンクを貼っておきます。また LP やアプリ UI のようにエンジニアの人がコーディングといって、自分が作ったデザインを実際に PC やスマートフォン上で動くようにするには Adobe XD というソフトを使ってデザインした方がいいので、前回の動画から XD 編になります。 Adobe XD の使い方は基本的に Photoshop と同じなので、使い方の動画は今回の LP のデザインをしながら実際にお伝えしていければなというふうに思ってます。で、今回作る LP は弊社クロをご紹介するための LP を作っていこうと思います。 LP の情報構成とデザインするのはとっても大変で、他のコンテンツを選ぶと本当に動画投稿まで1ヶ月くらいかかりそうなので、まずは情報がある程度揃っている自社サイトの情報をもとに LP の情報設計とワイヤーフレームを作っていきたいと思います。ちなみにこちらの動画はどちらかというと、新卒プランナーやクリエイティブ依頼主側に参考にしていただきたい動画なのですが、デザイナーもワイヤーフレームを作れるようになった方が給料も上がって良いので、頑張ってできるようにしましょう。では改めて良いワイヤーフレームとはですが、要件定義、何をどの画面に何のために入れたいのかの機能ベースでまとまっているもの、画面設計、クリエイティブ依頼主がお客さんに対して達成させたい体験をそれぞれのエリアにどのようなテキスト情報やイラスト、アイコンを入れようとしているのか、こちら2つがバチッと決まっているといいワイヤーフレームだと思います。今回もフライヤーのワイヤーフレームと同じく Google スライドでワイヤーフレームを作成していきます。 LP の情報設計は前回の動画でお話しした通り、ファーストビュー、問題提起、商材の詳細、コンバージョンエリア、購入者コメント、Q&A のエリアがベースで、時折コンバージョンエリアが入ってきますよっていう感じなので、こちらの順番でワイヤーフレームを作成していこうと思います。まずファーストビューですが、ここは前回の動画でもお話しした通り、一番大事なところで、一発でサービス内容を分かってもらい、魅力を感じてもらわないといけないところなので、情報は少なめにしつつインパクトが残るようにした方が良いです。弊社の訴求文言（キャッチフレーズは 1-1000、 新しいを考えて実行するなので、ワイヤーフレームにはそのように書いておきます。ここも実際にデザインをする際はバナーの文言構成と同じような考えで、もし長い文言が来た場合には何が一番大事なのか優先順位を決めながら訴求文言の構成をするといいと思います。ちなみにこの 0-1000 はピーター・ティールさんの 0-1 君は0から何を生み出せるかをベースに作った文言なので、デザインを勉強しながらビジネスをされたい方はぜひ読んでおくといいと思います。次に問題提起エリアですが、ここはターゲットとなるお客さんが本当に困っていることを書きましょう。ここのエリアはお客さんに共感してもらい、サービスに対しての心理的な壁を少しでも低くするエリアなので、本当にお客さんが困っていることを書かないと意味がないです。なので取り扱うサービスにもよりますが、例えば飲食系であれば提供するサービスのカテゴリーや市場調査や街頭アンケートなどで本当にお客さんがどんなことで困っているかを調べることができます。弊社はクリエイティブ会社なので、クリエイティブ関連でどのようなニーズがあるかを、例えばアウトソーシングのサイトを覗いてみると、システムデザイン、アプリ、スマートフォンデザイン、ウェブデザイン、 UX デザイン、 AB テスト、動画制作などでキーワードが多く、つまりそういったところで困っている人が多いということなので、ワイヤーフレームにはそのようなことを書いておきます。次に商材の詳細エリアですが、問題提起エリアでターゲットとなるお客さんがどのような商品を欲しいかが明確になっているので、
それに沿って弊社の強みや過去の実績を入れていくようにしましょう。で、弊社の強みが社長がデザイナー社長のボブなので、私の紹介と対応可能なクリエイティブ制作一覧、あとは YouTube チャンネルと、弊社はオフショア開発ができるので、そのようなことをワイヤーフレームに書いておきます。この時、スタートアップあるあるなのが、取引先のロゴやサービス名などを先方の許可なく載せてしまっていることが多くて、黙ってそれをやると取引先との関係が悪化して、もう仕事がもらえなくなってしまうので、作ったものが自分の会社とはいえ、先方に権利があるものは担当者に了解を得てから掲載するようにしましょう。次にコンバージョンエリアですが、これは前回の動画でもお話しした通り、一つしか入れてはいけないというルールはないのと、どこからでもコンバージョンできた方が機会損失にならないので、今回は右下に常に表示させておくバージョンでデザインしていこうと思います。なので、ワイヤーフレームには1ページ目のファーストビューのところの右下のところにご相談ボタン、CTA ボタン、コールとアクションボタンというふうに書いておきましょう。右下に置く理由としては、グーテンベルクダイアグラムの視点誘導の観点から、右下が執着領域となるので、そこに配置します。今回、スマホバージョンのデザインも作るのですが、Google が推奨しているマテリアルデザインのファブ、フローティングアクションボタンも、人間がスマートフォンを持った時の親指の可動領域的に右下がベストとされているので、CTA ボタンは右下がベストだとわかります。次に購入者コメントですが、健康食品や美容系の商材であれば、実際に使った人のコメントを入れるとサービスに対しての心理的な壁を下げられるのでいいのですが、今回の黒の紹介 LP に関しては取引先のインタビューみたいなことはしていないので、会社のメンバーの略歴を入れることでお客さんの心理的な壁を下げていこうと思います。最後に Q&A エリアですが、クリエイティブ関連だとどれくらいのスケジュールで作ることが可能なのかや、制作物の値段について、あとは納品後の運用についての質問が多いので、他のサイトを参考にしながら最初に質問事項を10個ほどピックアップして、それに対する回答をワイヤーフレームに書いておくといいと思います。LP のワイヤーフレームはこのような形で Google スライドにまとめておくとデザイナーの人が困らないので、ぜひ参考にしてみてください。またもし偉い人が何かの LP を見て、その LP のデザイン表現を取り入れたいみたいなことを言われるケースもあるので、着地点のイメージがある場合にはそちらの LP のスクリーンショットを撮って Google スライドに貼り付けておくといいと思います。はい、本日はこのような感じで LP のワイヤーフレームを作成してみました。やっぱりワイヤーフレームを作成するには商材への理解がどうしても必要なので、ワイヤーフレームはデザイナーではなく、サービスや商品を作られている中の人が作った方が時間も早く、クオリティも高くできると思います。そして次回はついに実際に Adobe XD を使って LP のデザインをしていこうと思います。基本的なショートカットはイラレやフォトショーと同じですが、Adobe XD はエンジニアの方にもデザインデータを伝えやすいツールなので、そのようなところをお伝えしていければなというふうに思ってます。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイー。